東じいチャンネル。どうも、東じいチャンネルの東です。はい、ということで久々に決まりましたね。はい、2ヶ月ぶりぐらいですかね。めちゃくちゃ空いちゃいましたね。あ、本当すいません。いろいろありまして、でまずね、イメージエンジンというね、バンクーバーの会社に合格しました。はい、もうニートじゃありません。それが一番嬉しいですね。もうめちゃめちゃ安心してます今。なんとかね、ハードサーフィスモデラー兼テクスチャーアーティストということで採用をもらいまして、6ヶ月ビザが出て9月ぐらいまでここに入れるんですよね。まあもしね、働きっぷりが良ければ延長してもらえるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずは安泰ということで、いろいろね、相談乗ってくれた皆さん、そして YouTube でね、動画を見続けてくれた方々、ありがとうございます。このね、イメージエンジンっていう会社なんですけど、めちゃめちゃ、憧れてたすごい会社で、もうやってる案件もめちゃくちゃ多いんですよ。それこそね、ピカチュウとか、あのスパイダーマンのホームカミングとか、あとムーランだ、マンダローリアンだ、まあ、ジョンウィックだ、デッドプールだとか、めちゃめちゃね、タイトル多いんですよ。あ、チャッピーもですね。うわ、すげえわ。なんで、まあ、僕もね、こういう作品に関われる日が来ると。いうことで、すいませんね、ダウンタウン救急車のサイレンがもう1日100回ぐらい鳴るところなんで、はい、ちょっとすいませんね。なんですけど、とりあえず良かったですね。はい、で今回はサブさん、そのベイクをやっていこうかなと思います。ベイクのことについては触れてたんですけど、あのローポリとハイポリと分けてベイクしてみたいなことをやったことなかったんで、ちょっとそれをやりたいのと、あとね、動画撮りてーっていう欲がたまりすぎて結構めっちゃ長尺になっちゃったんで、ちょっと長いかもしれないですけど見てってください。じゃあね、今回も楽しんでってください。どうぞ。東じいチャンネル。はい、じゃあ早速やっていきましょう。ようやくだ。マジでようやく撮影ができる。いや、ほんといろいろあったんでね。はい。もうお前いろいろありすぎだろって思うんですけどね。まあ、こういう話とかも、ライブ配信とか、なんかフリートークとかね、できればいいと思うんですけど、そういうの作業用 BGM にしても、まあいいかなと思うんで。まあもしね、ライブ配信してほしいっていうリクエストがあれば、コメントで送ってください。まあ、多分作業自体は、あんまりライブ配信しないかなと思います。まあ、作業もしていいんですけど、まあ、自分が教えることを固めて編集してやった方が効率的かなと思うので、まあ、どっちでもいいんでね、こう、ライブ配信してほしいよとかいうリクエストあったら、コメントをください。はい、話したいことほんといっぱいあるんだね。じゃあやっていきましょうか。まず、ベイクって皆さんどのぐらいご存知ですかね。もう結構前の動画とかでも触れたんで、ある程度ベイクについてはわかるよって思う方もいると思うんですけど、基本的には、ベイク、このベイクボタンですね。テクスチャセットセッティングスから、このベイクメッシュマップス。まあ、ここじゃなくてもね、こうエディットからも、ここにあるんですけど、まあ、僕ここから行くことが多いですね。で、ここで、これそのまま何もいじらずに、このベイクってのを押しても、まあ、結構、割とね、なんとかなります。はい。まあ、この、やることってアウトプットサイズぐらいかな。このアウトプットサイズデフォルトで512なんで、まあ、これを上げると、アンビエントオクルージョンのね、影の出方がすごい綺麗だったりとか、まあ、カーバチャーのね、そのマスクとか、全部こう、まあ、解像度が高くなるっていうやつなんで、まあ、4K ぐらいに上げて全然問題ないんですけど、これだけでポンってベイクすると何が起こるかっていうと、まあ、前も言ったように、モデルのどこが角になってるかとか、どこが飛び出してるか、どこが凹んでるかっていうのを、ちゃんとマスクを取ってくれるんで、自動的にそのマスクのところに、汚れとかを乗せることができるってのが強みだっていうのを言いましたよね。3匹の子豚のお兄ちゃんのお家の時にそういう説明したんですけども、実はね、このベイクの真髄ってのはそんなもんじゃないんですよ。はい、何のためにこんなにね、なんか設定があるのかとね、ここにいっぱいこうなんか項目があるけど、こういうどんなことができるのかっていうのをね、全然説明しないんで、やっていきましょうか。これがね、本当の旨味なんでね。ちなみに今さっきから見せてるこの、これ何かっていうとね、僕が作ったアンティークのカメラ。はい、あれのレリーフがここにこうパッてあるんですけど、実はこれ、何を隠そう。4番キーを押してワイヤーフレームを見ると、はい、これよく前ツイッターで流行ったんですよ。たった4ポリなのに、まあ、これ三角形にするとね、4ポリゴンになるんですけど、4ポリなのに、このディテールみたいな。もう全然4ポリに見えないみたいなやつがすごい一時期ツイッターで流行ったんですけど、これですよ。これが、まあ、いわゆる、こう、ハイポリゴンとローポリゴンに分けて、それをベイクするっていう、ノーマルベイク、みたいなもんすかね。それが一時期流行ったんですけど、そう、これベイクしてあるだけで、ノーマルマップがプリッと出てるだけなんですよ。なんで、今、まあ、ベイクした、このノーマルの、このマップのね、この情報を消すと、こんな風に、ただの板切れになりますと。で、アンビエントオクルージョンの影も切ると、はい、ただの板切れなんですよ。これすごいですよね。これがゲーム業界を変えたっていうぐらいの、すごい技術だったんですよ。まあ、このノーマルベイクってのはサブスタンスペインターに限ったことじゃないんですけど、これができることで、まあ、どんなにね、規制が厳しいゲーム、スマホゲームだろうが、プレフォーだろうが、どんなにローポリゴンでもめちゃめちゃリッチに見せることができるっていうね、そういう技なんですよ。
で、まあ、ここでね、おそらくノーマルマップって何っていうのがあんまよくわかんない人もいるかなと思います。まあ、ノーマルとかバンプマップとかディスプレイスメントマップとか聞いたことあるけど、なんかいまいちよくわかんないですねっていう人はめちゃめちゃ多いと思います。僕も CG 始めたての時とか、なんなら会社入る前までノーマルとかバンプとかディスプレイとかもうわけわかんなかったんですよ。なんか知ってそうな人がこう、これノーマルでやった方がよくない、なんかディスプレイだと重いしとかなんか言ってたんですけど、僕もねそれに合わせて、あーねーなんかねノーマルの方が偉いんだよねつって言ってたんですよね。まあやっぱね、普通教えてもらうまでわかんないもんなんで、ちょっと簡単に説明していきましょうか。はい、これねちょっとネットからパクってきた画像なんですけど、これすごくわかりやすいんですよ。このベースモデルっていうのが、まあ何にも、まあ凹凸情報がプラスされてないただの色情報だけのものですね。で、この3つがその凹凸情報を表す、さっき言ったバンプマップ、ノーマルマップ、ディスプレイスメントマップになるんですけど、これパッと見なんか違いそうじゃないですか。はい、何が違うのか解説していきましょう。まずこのバンプマップ、これが一番オーソドックスなやつなんですけど、これどうやって凹凸情報を表現してるかっていうと、こういうマップなんですね。はい、これ3匹の小豚のお兄ちゃんの家のバンプマップなんですけど、これ0が真っ黒、1が真っ白、0.5 がハーフグレーっていう、そういう色の幅で、まあ、こういう画像を作るんですけど、これ要は白いところは出っ張る、黒いところはへこむっていう画像です。なんで 0.5 のハーフグレーは何にも凹凸がないよっていうね、そういう表現の仕方してるんですけど、まあ、これ見てわかる通り、このなんか木の板と板の間のへこみ、これはへこむようになってて、でこの木目の白いちょっと浮き出てた方がいいなっていうところはちょっと白っぽくなってます。はい、なんでこの白黒の画像でこの凹凸を表現するよってのがバンプマップなんですね。なんでただただ浮き上がるかへこむかっていう、ただそのシンプルな情報を表現したのがこのバンプマップになります。でこのバンプマップ、さっきのサブスタンスの画面と一緒で、実際に浮き出てるわけではなく、トリックアートみたいに騙し絵みたいになってます。はい、こういう風にね、実際のへこみは全くなくて、あたかもなんか起伏があるように見えるけど、実は板ポリですよと、何もモデリングされてないですよっていう、そういう状態なんで形状に変化はもたらしません。はい、なんでこの下のボール見てもらったら分かる通りツルツルですよね。はい、綺麗な丸なんで全く形状に変化ないんですよ。じゃあこのノーマルマップって何ってなるんですけど、このノーマルマップはこのバンプマップの白黒情報を RGB っていうチャンネルにそれぞれ3つ異なるものを用意して、それを合わせてみるとこうなるよっていうのがノーマルマップなんですね。ちょっとよく分かんないかもしれないですけど、フォトショップに行くと分かります。まあこれフォトショップの画面なんですけど、レイヤーズっていうところのこのタブにチャンネルズってありますよね。これ RGB って分かれてるんですけど、ここに白黒情報がまた入ってるんですよ。なんでこう分けるかっていうと、この RGB ってのは要は 3D でいう XYZ を表現してるんですね。はい、なんで X と Y と Z にそれぞれ凹凸情報を持つことで、めちゃめちゃ立体的なこの起伏が表現できるよってのがノーマルマップなんですよ。もうすごそうですよね。なんでそれを合わせてガッチャンコすると、な RGB チャンネルってこんな青っぽい変な感じになるんですよ。なんで見た目がこんなハレンチになってますけど、まあ言ったら3方向からやってるから、まあよりリッチに、よりパワーアップしたバンプマップみたいな、そんな感じです。なんですけど、これも依然としてトリックアート理論で、はい、全く形状は変わんないです。ただあたかも形状が変化してるようなリッチな、まあ、影であったり光の当たり方ってのがこう見て取れると、最強のトリックアート状態になってます。で形状の変化がないんで、めちゃめちゃデータ的に軽いんですね。だからもうゲーム業界ではもうこれ一択ってぐらい使われてるのがこのノーマルマップです。だからバンプマップって正直今あんま使わないんですね。なんでかって言うと、もうこいつが強すぎるから、データ量そんな変わんないのに、もうこいつが強すぎるんで、もうノーマルマップがほとんど使われてますね。バンプマップ使う人あんまりないんじゃないかな、もう。で、問題はこのディスプレイスですよ。このディスプレイスは、実は形が変わります。こんな風に。もう実際に輪郭が変わるんです。これが大きな違いですね。はい。ただ、マップ自体は、これなんです。はい。バンプマップと同じなんです。なんで、わかりにくくデジモンで例えると、これがアグモンだとします。で、これが、まあ、グレイモン、メタルグレイモンあたりだとします。まあ、アグモンね、成長期ですよね。で、グレイモン、メタルグレイモン、成熟期、完全体ですよね。で、これが、ウォーグレイモンです。究極体です。なんですけど、この、まあ、アグモン、まあ、バンプマップですよね。この状態で、なんと、差し込む場所とか設定を変えるだけで、このワープ進化できるんですよ。ディスプレイスメントマップに。まあ、これが、一番クオリティが高いんですけど、一番コストも高いと。レンダリングもめっちゃ時間かかるよっていうのがこのディスプレイスメントマップですね。わざわざねこのノーマルマップとかを通さずともワープ進化できるよっていうね、同じ素材でワープ進化できちゃうよっていうね、はい、一番わかりにくく例えました。なんでこの白黒のマップっていうのはバンプマップとかディスプレイスメントマップっていう言い方の他にハイトマップって言い方します。ハイトマップっていうのは白黒で高さを表現した
読んで字のごとくハイトのマップです。なんでハイトマップとノーマルマップっていう感じで区別されることが多いですね。なんでかっていうと、このハイトマップはバンプにもディスプレイスメントにも使えるからです。はい、これでねかなり分かったんじゃないですかね。こんな感じです。バンプは凹凸ないけど模様だけ、ディスプレイスメントマップはこうやって実際に形が変わるよっていうね。はい、そういうことです。まあ、ということでね、ちょっと予備知識を長々と説明したところで本編に入りましょうか。はい、このままね本編に行ってもいいんですけど、ちょっと疲れちゃいましたね。もうちょっと前置き長くなっちゃったんで、ここでちょっと休憩しましょうか。ということで、東G チャンネルの大人気アニメモノマネシリーズー。はい、ということでモノマネやっていこうと思うんですけども、まあ、僕がいつもやるモノマネって言ったらね、あの初めの一歩の高村さんだとか、カイジの班長だとか、もう女子受け全くしないわけじゃないですか。もう女の人が聞いても誰これってなるんですよね。もうこれではもう良くないぞと。はい、このままやっぱ男性ファンを増やしていくのもいいんですけども、やっぱ女性ファンも獲得しなければいけないぞと、まずいぞこれはということなんで、今回はちょっとイケボなキャラクター3連続やっていこうかなと思います。はい、やっぱね、人気のあるモノマネ YouTuber っていうのは、まあ、リヴァイ兵長とかね、あとはなんか銀魂の銀さんとか、やっぱそういうねイケメンどころを取り揃えてるので、やっぱ女性ファンがつくんですよ。はい、ということでね、僕が思いつく限りのイケメンキャラクター3人をやっていこうと思います。まずはアニメエヴァンゲリオンより、カジリョウジが死に際に放った最後の名台詞。よ、遅かったじゃないか。はい、これはねいいんじゃないですかね。これでだいぶ女性ファンがつかめていくんじゃないかなと。まあ、ただね、今エヴァンゲリオン見てないよっていう女性ね結構多いと思うんで、はい、そんな時のための2人目です。映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶジャングルより、しんのすけの変身しないのという質問に対し神対応を見せるアクション仮面役ゴーゴー太郎。映画の中でね、後でショーもあるから。はい、あの映画の冒頭のね、豪華客船の映画館の中でアクション仮面役のゴーゴー太郎としんのすけたちが一緒に映画を見るっていうシーンなんですよね。はい、まあ、これもねやっぱ非常に、女性受けいいんじゃないでしょうかね。なんといってもね、まあ、ゴーゴー太郎さんイケメンキャラクターですから。ただクレヨンしんちゃんは知ってるけどアクション仮面は知らないっていう方も多いんじゃないですかね。そういう方のためにですね、3人目用意しております。いきましょう。映画クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険より、ババ抜きに負けて苦し紛れの言い訳をする野原一家に対し当然の不服を申し立てるオカママ女のマカオとジョマ。あら、いつルールが変わったの？聞いてないわよ。はい、これでねコメント欄が女性のコメントで埋め尽くされるということで、気を取り直してね続きやっていきましょう。まあ、ということで、これはノーマルマップっていうのを使ってベイクしてますよと。で、まあさっき言ったみたいにね、ローポリとハイポリとっていうのを作ってからやんないとこうはなんないですよね。まあ、これどういうことを前でやってるかっていうと、はい、まず普通にこのモデルを作ります。はい。この形をした、ちゃんとモデルを作ります。まあ、これ魔法ではないんでね。ただ、自分が作ったハイモデルを、そのクオリティをある程度キープしながら、めちゃめちゃローモデルに焼き付けることができるよっていうのがベイクなんで、ハイモデルは作んないといけないんですよ。はい。そういうもんなんでね。なんで、まずハイモデルを作りますと。で、ハイモデルを作ったら、じゃあこれを焼き付けるローポリを作成します。っていう感じで、はい。ここに板ポリ、ローポリを作りました。これですね。まあ、これ結構ね、いろんなものを作っていけばわかるんですけど、まあ、こういうハイモデルを作った時に、ローモデルだったらどこまで削減できるかなっていうのを考えるんですよ。で、削減して削減して削減しまくった結果、まあ、板にしかなりませんでしたっていうのはね、結構よくある話で。なんで、この、ハイモデルとローモデルっていうのをそれぞれ用意してあげて、まあ、ほぼ同じ位置に置きますと。で、これをベイクって言って初めてああいう感じになるんですね。じゃあちょっと実際にベイクしてみましょうか。まず前準備として、まあこれをね、それぞれ OBJ として書き出ししますと。まあ OBJ でも FBX でも何でもいいですけど、モデルが単体の場合は別に OBJ で大丈夫です。じゃあまあサブスタンス行きましょうか。まあちょっとニューシーン開いてみて、で、ここはまあ前説明しましたよね。セレクトでローモデルを選択しますと。で、選択して、まあ解像度 4K で表示したいから 4K ぐらいで。で、OK。で、やればさっきの板切れが読み込まれますと。で、これに、じゃあ今からベイクしていくので、またこのベイクメッシュマップスを押して、ベイクしていきます。で、今からベイクするのはモデル単体なんで、めちゃめちゃ設定簡単です。で、アウトプットサイズ。で、ここはベイクした情報の解像度っすね。まあ、ここにアンビエントオクルージョンとかカーバチャーとかポジションとか、いろいろこうね、マスクを取ってくれるっていうね、便利なところがあるんですけど、これらのマスク
の解像度ですね。だからアンビエントオクルージョンもなんか影がザラザラなったりしないようにしたんやったら、このアウトプットサイズを変えてとかね、カーバチャーのあの飛び出した範囲だけマスクを拾ってくれるっていう時も、そのねマスクがジャギジャギにならないようにとかね、ここで解像度を決めてあげます。でディレーションウィズ、これねデフォルト32に今なってるみたいですけど、まあベイクするときはねこういう UV の情報を元にベイクすることがほとんどなんですけど、このディレーションウィズっていうのは要は拡張です。今ここに UV がある場所と UV がない場所ってのがはっきりわかりますよね。でこの UV がない場所にまでちょっとこの範囲伸ばしますかってのがこのディレーションウィズっていう数値になります。これ上げまくると、要はここがどん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 肥大化していってちょっと延長してくれるんですね、場所を。なんですけど、これをじゃあしないとどうなるかっていうと、この何にもないところがちょっと入っちゃうんですよね。はい、何にもないところがちょっと入っちゃった結果、ベイクの結果見てみると、はい、こんな感じになります。わかります？ノーマルマップベイクしてるのにちょっとなんか何もない、フォトショップで何にも背景置いてない時のあのギンガムチェックみたいなのがなんか出てますよね。これうまく拾えてないよっていうところで、あの何もないところをちょっと拾ってきちゃってるんですよね。なんでここをちゃんと埋め合わせしてあげないと、あのこういう切れ目ができちゃいますよっていうのが、このディレーションウィズゼロの状態ですね。なのでここにある程度数値を設けてあげて、こう埋め合わせしてあげると、そしたらこんな綺麗な感じになりますよというのがディレーションウィズです。で、アプライディフュージョン。これも同じようなもんですね。この境目が出ないように、そのディレーションウィズで、こう、拡張してあげたところから、さらにグラデーションで、まあ、その他を埋め合わせしてあげますかってことなんですけど、まあ、こう、ディレーションウィズがちゃんと足りてれば、あんま別にチェックする必要ないですね。はい。なんで、まあ、OK ですよと。で、気をつけるとこって言ったら、ここ。このファイルマークを押してあげて、ハイポリゴンを読んであげる。はい。これだけですね。で、先ほどのね、あの、モデルのハイモデルを、ここで OBJ とか FBX 選んであげたら、と、あとは、ここ。マックスフロンタルディスタンス。マックスリアディスタンス、なんか数値があるけどなんかよくわかんないですよね。これ何かっていうと、ここがもうベイクの一番の要になります。ちょっと簡単に説明しましょうか。このフロンタルディスタンスって何かっていうと、ローモデルにハイモデルの情報をベイクするってなった時に、じゃあどこまでの距離ハイモデルを拾ってきましょうか奥さんみたいな、そういうところなんですね。この赤いボックスがそのフロンタルディスタンスの、まあ、検出範囲だとしますよね。そしたらフロンタルディスタンスの数値を上げていくと、まあ、こんな風に、はい、距離がどんどん伸びていきますと。でこの赤で囲われたところはちゃんとハイモデルの情報を拾ってきますよと。でこう数値をどんどん下げていくと、こんな感じでボックスのね、もう索敵範囲みたいなのも縮まっていきます。で数値下げすぎると、もうハイモデルの情報がこのボックスの中に収まってないんですよ。ってなると途中でぶっちぎれちゃいます。はい。なんでこの今囲われてないこうオーナメントの情報とかは全くノーマル情報として計算されません。まあノーマル情報としてもアンビエントオクルージョンとしてもカーバチャーとしても全然検出されないんですね。なんでこのフロンタルディスタンスでハイモデルをどこまで拾ってくるかっていうのを調整するのがさっきの数字になりますと。はい、この数字ですね。なんでこうやって上げ下げしてあげましょうっていうのがここです。でリアディスタンスは逆です。はい、裏側の情報を拾ってくるんですけど、まあ、このモデルの場合裏側ってないですよね。裏側に情報ないんで、まあ、もうちょっと分かりやすい例えを出しましょう。はい、それがまあこのボックスになるんですけど、こっちは逆に裏側にディテールを作ってあげた例ですね。な噴水のこの、よくありますよね。なんか噴水のこの周りになんかこういうブロックみたいなのがあって、まあちょっと座っておにぎりでも食べれそうなとかありますよね。こういうハイモデルをじゃあ作ってあげましたと。でもこれ重いからローモデルに焼き込みたいなっつってローモデルをまあ作りましたと。こんだけのポリゴン数のね、ローモデル作りましたと。じゃあこれをベイクするときにどういう計算が行われてるかっていうと、これがまあそのフロンタルディスタンスですよね。じゃあこのリアディスタンスは逆にこのモデルの内側にどんどん範囲を伸ばしていきます。でこのハイモデルっていうのはへこんでるんで、へこんだところに情報があるんですよね。だからどこまでのへこみを索敵しますかみたいなのを、こうやってどんどん距離をこう大きくしていきます。でリアディスタンスを0から1にこう大きくすると、この範囲がどんどん内側にこう潜り込んでいくんですね。だからへこみの情報とか、こういう掘ったね部分とか奥まった情報ってのがこう捉えられるようになるんですよ。なんで表と裏で同時にね、索敵範囲みたいなのを広げていきながらベイクをしていくと。これがサブスタンスの中で行われている計算ですね。これ厳密に言うとちょっとね違うんですけど、大体こんな感じです。なんで僕がよくねサブスタンスのベイクの例えに擦り倒してる、この室外機で例えると、出っ張ったこのネジとか、こういうところに関してはフロンタルディスタンスでこうやって検出してくれますと。このデコボコしたところも、こういうね浮き出たところはフロンタルディスタンスで、でこういうへこみの情報ですね、あのへこましたところ、このネジ穴とかね、こういうディテールとかはリアディスタンスでこう索敵してくれますと。なんでここにねちゃんとリアディスタンスで拾えてますっていう感じで、はい、こんな感じの計算がねサブスタンスの中で行われてるんで、これはその都度設定してあげてくださいと。ただ注意が、このフロンタルディスタンスじゃあでかけりゃいいじゃんって思うと思うんですけど、これ
でかけりゃいいかって言うとそうでもないですね。でかすぎるとなんとここの室外機のまあ表面のパネルがこうネジとかを拾ってきちゃうんですよ。でもっと言うとこの足の台座とかの情報もあこれハイモデルの情報かなって拾ってきちゃいます。なんかハイモデルだと勘違いして拾ってきちゃうんですよ。はい、そういうことが起こっちゃうんで、このネジとかこの台座とかの距離まで拾わないけど、このなんか飛び出たネジとかそういうところはなんか検出したいなって時にこう絶妙な数字がね求められるんですよね。なのでこうトライアンドエラーしながらやっていくってのが必要になってきます。ただまあこれにもねパーツ分けするっていうまあちょっと裏技もあるんで、それちょっと次回やりたいと思うんですけど、なんでこういうモデルが1個の場合だけど、こういうねなんかディテールとディテールの間がめちゃめちゃ狭かったりすると、このフロンタルディスタンスがここのボコボコをハイモデルだと間違って拾っちゃってここになんか影ができたりするんですよ。なんでそういう場合はこう数値を頑張って調整してもう程よいところでね数字を決めるっていうのがなかなか難しいポイントになります。なんでそのフロンタルディスタンス、リアディスタンスはまあいろいろトライアンドエラーしながら決めてってくださいねってことですね。まあとりあえず 0.5 度ぐらいにしときますか。であとはまあアンチエリアス、これもまあベイクする上では結構大事になってきますね。アンチエリアスってわかりますよね。アンチエリアスもわかんない人いるかな。まあ、CG とかねこういうグラフィックってこうズームすればするほどこんな感じで四角が見えてきますよね。これピクセルって言うんですけど、基本的にはこのピクセルは同じ色しか持てません。はい、ベタ塗りで塗りつぶされてるもんなんですね。なんで近くによるとこうドット絵みたいになるんですよ。はい、な初期のポケモンみたいなドット絵になりますよね。でもアンチエリアスってのはこういうまあこの1個のピクセルにまあ割とこうグラデーションみたいなのをかけてカクカクならないようにしようってのがアンチエリアスです。まあ簡単に言うと分割数をめっちゃ増やしてこのカクカクがカクカクしないようにしようっていうのがアンチエリアスなんですね。なんでこれかけるとめちゃめちゃ綺麗になります。はい、例えでねこうテストしてみましたけど、アンチエリアス全くかけてない時のオクリュージョンの影の出方っていうのはこんなザラザラしてるんですけど、アンチエリアスかけるだけでこんな滑らかになるんですよ。はい、全然違いますよねこれ。はい、こんな感じでザラザラツルツルみたいな感じですごくクオリティに差が出ます。これね 4×4 でアンチエリアスかけてるんですけど、こんなにいらないですね。 2×2 でも十分かなと思います。なのでそこはまあ結果を見ながら見てみてください。ちなみにねこのはなんかアンビエントグルージョンだけとかノーマルだけってどうやって表示するのってのもねちょっとやっていきましょうか。なんでとりあえずアンチエリアスを 2×2 ぐらいでまあやっといて、で、まあ、あとはいじらずに、で ID とか決めてないんでね、このなんか外しながら thickness、 これは透明物とか作るとき以外はいらないんでこう切ります。なんでここで、ベイクって仕上げるとこんな風にね計算してくれます。ほら来た、これですよ。めちゃめちゃ綺麗に出ますよね。これで今サブスタンスがねフロンタルディスタンスとかリアディスタンスを見ながら、あ、だからリアはいじる必要なかったですね。これリアないんで、裏側にディテールないんでね、フロンタルディスタンスでここまでかなーつって今 0.5 のところまでこの検出範囲を伸ばしてねうまく拾ってくれましたという状態です。ということで、はい、こんな感じで綺麗にベイクできましたね。はい、いかがですかね。これがハイポリローポリのベイクの正体になりますと。これってめちゃめちゃ簡単なベイク例なんですよね、実は。まあ板の情報なんで、まあ最終的に板ポリに、まあただハイポリのものをベイク仕上げる。なんか版画みたいなもんですよ。だからすごくハイポリローポリのベイクがシンプルで一番簡単なんですけど、これが複雑なパーツになってくると難しいっていうのことなんですよね。で、ちなみに今こうやってベイクして、で、ここにね、さっきのね、このベイクメッシュマップスの下に、このベイクした情報が全部出てきますと。これをこの 3D ビューポートで表示したい場合は、ここにね、怪しげなタブがあるんですよ。で、ここを選ぶと、まあ、こんな感じでね、ベースカラーとかメタリックとか自分がペイントした情報もこうやって個別で見れるんですけど、この下にメッシュマップスってのがあります。これがベイクした情報ですね。はい、自分がベイクした情報がどんな風になってんのかってのが、ここで見ることができますと。で、この ID 消したからなんもないですね。で、アンビエントグルージョン、影の情報ですね。カーバチャー、はい、これは出っ張ったところの情報ですね。まあ、今この白くなってるところとかが、まあ、自動的にマスクとして拾えたりするんで、まあ、すごく色塗るときに便利ですよと。で、ポジション、はい、これも、まあ、板だから分かりづらいですけど、真上、真下、真横とか、そういうのが結構選べたりします。で、ティックネスも切ったんで、なんもないですね。で、これを、ショートカットでやると、B、ABC の B キーを、こうやってパッパッパーと押すと、これが瞬時に切り替えられます。まあ、多分、ベイクの B だと思うんですけど、ベイクした情報をこう、パッパッパーと見れたりしますと。で、M を押すと、こうやってマテリアルモードになります。で、 C を押すと、これ多分カラーかな、カラーの C なのか、 C を押すとこう自分でペイントした情報を見ることができますと。まあ今何もペイントしてないんでね見れないですけど、仮にじゃあ僕が作ってあげたマテリアルを当ててあげましょうか。さっき見したね噴水の台座、あれのペイントをした時に作ったやつがスマートマテリアルズに登録されてるんで、それをちょっと入れてあげましょうか。
重いね。どうしたん？これ噴水を当ててあげると、はい、こんな風に、はい、わかりますかね。結構なんかあの石の感じのテクスチャーになりましたよね。でこれのすごいところが、説明したようにモデルの角とか溝とかを検出するだけじゃなくて、ベイクしたこのオーナメントとかこの枠縁とかの影とか出っ張ってるところも検出してくれるのがノーマルベイクのすごいところなんです。だからこの騙し絵みたいにノーマルマップを得られるだけじゃなくて、そのノーマルマップを元にこの影だけに汚れを入れたりとかすることができるんですよ。すごくないですか。なんで例えばこの AO アンビエントオクルージョン切ると、はい、僕影に汚れをすごく入れてあげたんで、ここにね汚れが乗るようになってます。でカーバチャー、これも切ると分かるんですけど、はい、こうのっぺりしてるんですけど、出っ張ってるところだけ削りたいなと思ったからカーバチャーっていうのをね作って、この出っ張ってるところだけ白削れしてるような感じでテクスチャーを組んであげました。こんな感じでベイクした情報にもこうやって自動的にねマスクを取ってあげることができると、これがやっぱねめちゃめちゃすごいです。もう可愛くてしょうがないですね、サブサンスミンター。なんで可愛いんだとめちゃめちゃいいですね。まあ、ちょっとサービスショットということで、一個一個レイヤーをつけていきましょうか。まあ、ベースのレイヤー、ノイズ、で、ちょっと石っぽいね、ノイズをつけてあげて、AO、影の情報を入れてあげて、ダートストロング、まあ、強めの汚れを入れてあげて、ダート、オーソドックスのね、別に順番ちょっとどっちでもいいですけど、で、こうやって、もっと、削れたようなね、凹んだ汚れも追加してあげて、で、まあ、ちょっと青のり的な、あ、でも緑汚れは、あんま気持ちいいですね。気持ち入ってるぐらいです。で、ホール、ちょっと、もうちょっとボコボコの穴を増やしてあげようかな、って入れてたんですけど、これもあんま目立ってないですね。で、カーバチャー、削り入れてあげて、ウォーター、これ噴水だとわかるんですけどね、上だけ水がかかったようなやつをね入れてあげてます。こんな感じでねやってあげました。実際に噴水のやつも見てみましょうか。はい、実際のね噴水のテクスチャがこれですね。これがベイク全くしてない普通のやつで、これがノーマルベイクしてあげて、こんな風にねディテールが乗っかった感じです。まあ、ちょっとこの影が濃くて嘘くさいですけど、はい、だからこのノーマルベイクってのがなかった時はおそらくもう手書きでしょうね。手書きとか写真合成で、まあ、こうやってテクスチャーみたいなのを作ってあげて、で影もね自分でこうフォトショップでペイントしてあげて塗るっていう感じの作り方だったと思うんですけど、サブスタンスでベイクができるようになってからはハイモデルを作ってしまえば、あとはベイクしてノーマル情報を足して、で自動的に影とかを検出してくれるから、もう影にこういう汚れとかを足してあげるとより強調されて、あたかもモデリングされたかのように見えるよっていうね、はい、素晴らしいですね。でこれがさっき言った水ですね。水が上にかかってますけど、はい、こんな感じです。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、かなりね、このハイモデルとローモデルに分けてベイクするってのが、まあ、なんとなく分かっていただけたんじゃないでしょうか。まだまだね、このベイクって難しいこと多いし、あと失敗する例が結構あるんで、まあ、なんで失敗するのかとか、その原因とか、あとはま、うまくいくコツとかね、そういうのを、まあ、今からガンガン解説していくので、またね、楽しみにしといてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。